皆さん、こんにちは。MSC ソフトウェア東日本技術部の花山と申します。本日はですね、11月の終わりにリリースされました、最新版のバージョン 2013.1 で、パラレルパフォーマンスに関してマルチスレッドの機能というのをつきました。で、それは、どうやったら使えるか、どのような問題にどのぐらいの効果があるか、どうやって使ったらいいかと。いうことについて今日ご紹介させていただきたいと思います。で、内容ですけども、スライド数は非常に少なくて、表紙を入れて16枚ですので、余裕を持ってご説明させていただきたいと思います。で、まずどんな機能かということと、残念ながら標準機能ではなくてライセンスを必要としますので、どのようなライセンスフィーチャーが必要であるか。それから、ガイドラインと書いてございますけども、どんな問題にどれぐらい効果があるのかというお話で、まずは皆さん接触解析をよくされているということがあります。かつ、従来のノードとセグメントの接触ですね、に関しては並列計算機能、DDM という機能が使えるんですけども、それと併用することが できますが、今回のマルチスレッドと DDM を併用したらどれぐらいの数字が出るか。それから、残念ながら現在は DDM 機能は使えませんけども、コンタクトの機能にセグメントとセグメントの接触という機能が、バージョン2010から加わってますけども、これに使ったらどうなるか。それから、形は何でも良かったんですけども、シェルとか針要素を使った解析には実はこの新しい機能がすごくいい数字を出すんですけども、そういった事例で、結果が良かったものを一つご紹介したいと思います。で、まずですね、マルチスレッド機能につきましてということですけども、どんな機能ですかというご説明ですけども、いわゆる世の中のマルチスレッドというのはどういう機能かと言いますと、アプリケーションの処理を非常にスレッドと呼ばれる短い処理単位に分割します。で、CPU コアがこう使用されていても、ある時間で見ると 100% 1-0 の処理を全部使ってるわけではなくて、ところどころ空いているところがある。これがスレッドの概念のようですけども、その短い処理単位のスレッドを空いているところにどんどん差し込んでいって処理をさせる。とすると、アプリケーション内のマルチタスクということをしている、かつ、あくまで並列処理をしているかのように見えるということで、効率が上がるということが、いわゆる一般のマルチスレッド機能と呼ばれるものですけれども、そのような機能がですね、プロセスの全体ではございませんけれども、直接法で有限要素法、解くというときに、合成マトリックスを作成、これに一番、一番ではないですね、結構時間がかかる。それから、マトリックスを解くというプロセスがあって、最後に得られた変異の結果から、歪み応力を、求めると。応力計算のプロセス、それから結果の処理というのがざっくりでございますけども、その中の合成マトリックスを作る。それから応力計算ですね。変異結果から応力を計算するというプロセスを、このマルチスレッドの処理ということで行います。詳しくは次のページでご紹介させていただきたいと思うんですけども、この処理というのは基本的には一つのマシン内で動く処理です。ただですね、DDM 機能と併用することもできます。ただし制約がございましてですね、この機能と DDM、併用できるのは、ソルバータイプ8番、これはデフォルトのマルチフロンタルスパークですけども、それと、パラレルダイレクトですね、11番、それが MAMS っていう12番の、いずれも直接開放のソルバーですけども、に対しては DDM と併用も可能です。それから、まだ使えない機能ですね、J 積分、それからスーパーエレメントで、DMIG、DMIG アウトとかございますけども、これはいわゆる合成マトリックスのフルプリントアウトとかですね、そういった機能になりますけども、そういったものには対応してない。
それがアダムス MNFO ファイルを作る。それから亀裂進展と同解析の周波数応答ですね。それからエレメントストレージ、要素結果をスクラッチファイルに格納しながら行う。非常に大きい問題で使うことがあるかと思うんですけども、その機能には残念ながらまだ対応してない。それから、この新しい機能はですね、基本的にはどのソルバータイプにも使えるんですけども、キャッシーソルバーと DDM の併用はまだできていません。それから、流体構造といった複数場の解析には対応しています。ではですね、合成マトリックスの作成と応力計算プロセスに関してもう少し詳しくご紹介させていただきますと、皆さん、マークで計算を流した後ですね、ログファイルなりアウトプットファイル、これ最後のところを見ていただくとですね、このタイミングインフォメーション。この上にはメモリーユーク、メモリー使用量に関する情報がまとめてプリントアウトされているんですけども、その時にこのタイミング、まあ、かかった時間のコスト、サマリーを出してくれるというところがあるんですけども、ちょっと詳しく見ていきますと、トータルタイムフォーインプット、データの読み込みにいくら。それから、合成マトリックスをアセンブリする、スティーフネスアセンブリにかかったウォールタイム、実時間ですね。それから、ストレスリカバリー、これは応力計算にかかった時間。で、往々にしてほとんどの解析というのは、このマトリックスを解く、ソリューションの部分、紫で、出ていますけども、そこに一番時間がかかってます。それから、まあ、使用していれば接触にかかった時間。それからアウトプットですね。出力、結果出力にかかった時間と、まあ、その他雑多の時間で合計。ということで、プリントアウトが出てます。これは占めてる割合で示したのが右のグラフですけども、アセンブリとリカバリー。まあ、一般的な接触計算では、まあ、10% 前後の値、合わせて 20% ぐらいの時間、この部分だけを並列処理しているっていうのが、このマルチスレッドの機能です。ですので、この一番時間をかかっている紫のですね、マトリックスを解いている部分、例えば、DDM を使わない場合でもですね、ソルバー8とか11とか12っていうのは、このマトリックスの部分、標準のライセンスで並列化ができますので、この紫の部分と合わせて使わないと、時間効果っていうのはトータルでは得られません。それから、DDM 機能を使えばですね、全プロセスっていうのが並列化されますので、に加えて、スティフネスアセンブリーとリカバリーの部分も並列化できるということになります。それではですね、残念ながら、標準機能ではなくて、ライセンスフィーチャーがオプションで必要です。で、DDM のオプションをご購入いただいたときと共通のマークパラレルっていうライセンスフィーチャーを使います。で、ライセンスフィーチャーをちょっと整理してみますと、まず、ライセンスフィーチャーマークというのが、マークを実行するために必要なライセンスフィーチャーですね。で、この、まあ、いわゆる、標準機能と言ってもいいと思うんですけども、マークフィーチャー、この部分はですね、前のスライドで見ていただいた、紫のですね、マトリックスを解く部分っていうのは、ソルバー8、11、12に関しては、並列処理できますので、まあ、標準機能としては、紫の部分は、まず並列処理できる。で、マークパラレルを使うケースというのは、まずは、従来通りですね。領域分割。モデルを領域に分割する DDM というオプション機能を使って、全プロセスを並列処理する。で、今回新しい機能というのは、マルチスレッド機能、赤のドットで示してありますけども、前のスライドで見ていただきました、アセンブリーとストレスリカバリーの部分の並列化。これができます。ですので、組み合わせとしてはですね、DDM とマルチスレッドを併用して実行するならば、
青丸と赤丸のライセンスフィーチャーを使って、実行できます。ただ、前のスライドにございましたけども、ソルバータイプ8、11、12しか DDM との併用はできません。それから、ハードウェアとしてですね、GPU も持ってるんだよというお客様に関しては、GPU の機能はですね、マトリックスを解く部分、紫の棒グラフで見ていた部分を並列化する機能ですけども、これも DDM と併用することは可能です。ので、マルチスレッドと DDM と GPU を使うという、全部使うということもできます。ただし、GPU で動くのはソルバータイプ8だけですので、この場合はソルバー8だけが実行できるということです。で、実際にですね、まずどうやって使おうかって考えるときには、まず先ほど見ていただきましたようにですね、現在の解析のログファイル、もしくはアウトプットファイルを見ていただいて、先ほどのタイミングインフォメーションちょっと分析していただいてですね、合成マトリックスの作成と応力計算プロセス、どれぐらい時間かかってるかということで、大体どれぐらいの効率が得られるか、効果があるか、使う価値があるかというのが占えます。で、最もですね、合成マトリックスを作る部分と応力計算プロセスが多いっていうのはどういう解析タイプかというと、まあ単純に言うと接点数に比べて要素の積分点の数が多い。ですので、針とかシェルで、かつレイヤーが多い。ということで、例えば複合材ですとかですね。そういった解析ですと、合成マトリックス作成と応力計算プロセスっていうのは、比率としては多くなりますので、そのような解析。まあ、リリースガイドから持ってきた図ですけども、まあ、エアクラフトパネルとリリースガイドにも書いてございましたけども、コンポジットの解析ですね。要素タイプ52と75ですね。針とシェルを使ったコンポジットの解析に関しては、ナンバーをプロセスしたに対して、要素ループ、エレメントループって書いてありますけど、これが合成マトリックス作成と応力計算プロセスだけを抜き出した場合の並列化効率を書いてありますけども、と、右のグラフ、トータルタイム、解析全体の時間がどれぐらい短くなったか。ですので、現在ですね、お仕事でシェルとか針を使った、あるいは複合材の解析っていう方は、大変効果のあるオプションです。で、その部分はですね、まあ、解析の 90% を占めるということは、まずないと思いますので、マトリックスのプロセス、もしくは DDM 並列計算と合わせた方が、効果がより高くなる。で、まず使用方法なんですけども、これはメンタットの GUI でご説明してありますけども、まずジョブをサブミットする、マーク実行というボタンを押す前にですね、上に並列化 GPU っていうボタンがありますので、これをクリックしていただきますと、従来のメンタットよりも真ん中あたりにですね、作成及びリカバリーというチェックボックスが増えてますので、ここをチェックしていただきます。で、ここでスレッド数ですね、例えば、ライセンスを2個使いたければ2と、あるいは別の言い方をすれば2個は使うという意味がスレッド数という意味。それから、まあ、標準機能としてですね、特に、オプションのライセンスは使わないけども、この例では MAMS12 番のソルバーの例で示してありますけど、複数ソルバープロセス。これは棒グラフで見ていただいた紫のマトリックスを解くということなんですけども、ここは、まあ、2コア使おうと。数を合わせる必要はないんですけども、複数ソルバープロセスのところでプロセスパーツを入れれば、これはマルチスレッドの機能と、マトリックスを解く部分をそれぞれ、まあ、2コアなり 2CPU で解くということになります。
で、この場合は、ライセンスはマークパラレルというのは2つ分使います。で、次に、DDM 計算と併用したいという場合ですけども、これも同じようにですね、並列化 GPU っていうところをクリックしていただきまして、まず DDM を使います。で、例えばですけども、2コア使って DDM の2並列の計算をしたい。ですので、ドメイン素2という。で、DDM 計算だけ行いたい場合っていうのは今まで通り、この設定で構わないんですけども、今回の新しいマルチスレッド機能と併用したいという場合は、作成及びリカバリー、マルチプルスレッドというのをチェックしていただきまして、ここでちょっと注意したいのが、DDM の2並列、ドメイン数が2に対して、マルチプルスレッドは4。ですので、ドメインあたり2スレッドを使うという設定にします。もしくはですね、ライセンスなり CPU コアが余裕があるという方は3倍ですね。6と入れてもいいです。もしくは8でもいい。で、注意したいところっていうのはですね、ドメイン数と同じようにスレッド数トータルで2としてしまえば、ドメインあたり1スレッドになりますので、マルチスレッドしている意味が全くない。まあ、効果なしということですね。ということになってしまいますので、基本はドメイン数の整数倍、まあ、2倍なり3倍なり4倍なりのスレッド数を入れます。で、この場合ですね、DDM2 並列にマルチスレッド4ということは、6つライセンスを使うのかという質問が出ると思うんですけども、この場合はですね、マルチプルスレッドの4分だけマークパラレルを使用します。これに関してはですね、後のスライドでももう少し、繰り返しご説明したいと思いますので、少なくともスレッド数で入れたマークパラレルというライセンスのフィーチャーの数を使用します。で、DDM だけという場合は、このマルチプルスレッドというのは設定しないで実行していただければ結構です。で、メンタットじゃなくてコマンドで私は実行していますという方に関してはですね、このマッチスレッドのオプションっていうのは、マーク実行コマンドの引数にですね、マイナス NTE のスレッド数という指示を与えていただければ実行できます。で、例えばですけども、マークパラレルというライセンスを持ってらっしゃる状態において、このマークパラレルを8ライセンス使うっていう場合はどんな場合があるかと申しますと、例えばソルバータイプ8とか11を使う場合は、まあ、ランマークですね。マーク実行コマンドにマイナス J の表示で、マイナス NTE の8。で、マイナス N スレッド8って、一番右にございますけど、これは標準機能の範囲内で、ソルバー8、11に対して8並列するということですね。で、ソルバー12の場合は、このマトリックスを解く部分の指示はマイナス N ソルバーというコマンドになりますので、N スレッドの代わりに N ソルバー8になっている。ね。で、この場合に、8ライセンスのマークパラレルを表示します。では、DDM と併用して、ドメインあたり2スレッドということで実行しようという、ことで、同様にコマンドを考えてみますと、ソルバー8、11に関しては、ランマークのマイナスジョブ名のスレッド数が8ですね。で、2スレッドパードメインですので、一番右にあります N ブロック DS。では、DDM のドメイン数は4にしないといけない。まあ、半分になってしまうんですね。で、N スレッドっていうのは、ソルバー8なり11に関して、まあ、4スレッド。これは基本的には N ブロックの数に合わせるという使い方でよろしいですので、まあ、大事なのは NTE というコマンドで指定するスレッドに対して、まあ、整数分の1したドメイン数を与えないとならないですね。
まあ、例えば NTE が7っていう奇数に対して N ブロック DS ドメイン数が4っていうことになりますと、1ドメイン分ワンスレッドでやることになりますので効率っていうのは期待できないので、まあ、必ず整数倍、ドメインの整数倍に応じた NTE のスレッド数を指定するということが大事ですね。ではですね、残念ながら一世代前のハードウェアになりますけども、ウェストミアーと、まあ、通称呼ばれているインテル G4 の X5677 の、CPU クロックは非常に高くて 3.47GHz で、2 CPU 4コアですので、ノードあたり8コアある環境でテストをしてみました。例題としてはですね、まあ、まず接触解析であるお客様は多かろうということで、図で見ていただいているような、まあ、ある自動車部品の一部を、まあ、抜き出したものですね。モデルサイズは、まあ、そこそこ大きくて145万ジュール。すべてソリッド要素。それから、まあ、一番数字が良かった例なんですけども、まあ、形は何でもよろしかったんですけども、まあ、頭骨のモデルですね。鳥の骨のようなものを、まあ、想定して作ったモデルですけども、左にピンクで、ピンクというかオレンジですかね。シェルの皮、骨格の表面を覆って、その中を針要素で表した、中は空洞になってるんですけど、空洞部分を針で埋めるようなモデルになってます。ということは、接点に対して、シェルなり針の要素の数、まあ、引いてはですね、積分点の数が接点の数に対してすごい多いモデルになっています。で、こういったモデルの、まあ、並列化効率というのをちょっと測定した結果をご紹介したいと思います。まずですね、DDM が使用可能なように、ノードとセグメントの接触ということで測定してみました。で、スケーラビリティと書いてあるところの一番上、マルチスレッド機能と標準機能のマトリックス分解プロセス。紫の部分ですね。これを並列化したもの。で、それぞれのプロセスごとの、まあ、シリアル、並列化しない場合に対するスピードのスケーラビリティが書いてあります。で、一つ言えることは、この新しいオプションのですね、赤とグリーンの部分ですけども、8エレメントループ&ソルバーと書いてありますけども、まあ8ライセンス分使ったときですね、8コアフルに使ったとき、まあ5倍近くは出て、全体としては3倍ぐらい。で、DDM だけを使うと、まあさらにこの効率は上がってですね、アセンブリーとリカバリーで7倍以上、非常にいい数字が出ているんですけども、まあ残念ながら、ソルバーの球体部分がそんなに速くなくてですね、全体としては3倍切ってる。ですので、この場合は DDM よりマルチスレッドの機能を使った方がちょっと速かったでですね。それから、マルチスレッドと DDM を併用すると、一番下のような結果になるんですけども、残念ながらですね、8並列で実行しますと16スレッドを使うことになりますので、実は物理コアは8個しかないので、スピードは落ちているということになります。それから、棒グラフでですね、DDM を使った2つの、下の2つのグラフを見ていただきますと、一番上に乗っかっているブルーの部分、これはその他、リスクに分類されているプロセスが、実は効率の足を引っ張っているんですけど、これは何に使っているかと申しますと、接触面積は全ドメインで情報を持っていないと、接触計算、判定がうまくできないので、まあ、無駄なプロセスが、並列数が増えていくと、EDM では増えてしまうっていうのが、数字があんまり良くなかった原因なんですけども、まあ、これに関してユーザーができることっていうのは、今回は全表面を接触表面として選んでいます。で、パーツは11個あるんですけども、
これに対してこのウルーのところのロスを少なくしようとすれば、まあ余裕があればですけども、まあ必要最小限の接触部分としてコンタクトボディを取りに来てあげれば、ここは少なくすることができる。で次の例ですね。DDM 機能はまだ使えないという制約はございますけども、セグメントとセグメントの接触で同じ問題を解いてみると、どれぐらいスピードを得られるかということで、先ほどとほぼ同じような数字は出ております。で、前のものとちょっと違うところはですね、棒グラフの一番上、これはミスクで、オレンジの部分がアウトプット出力、結果出力で、その次のちょっと濃いブルーで書いてある分、これはセグメントセグメントのコンタクトで使っている時間なんですけども、ここはこの新しいマルチスレッドの機能では並列化されてないんですけども、結構全体の計算の足は引っ張っていますので、今後の開発項目としては、ここもマルチスレッドの部分で効率を上げるということは、発表されていますので、もう少し将来的には数字は良くなる予定です。ですので、まあ、セグメントセグメントを使って試していらっしゃる、あるいは試し始めたっていう方は結構いらっしゃるかと思うんですけども、なんとか早くならないのかっていうことに関しては、まあ、マークパラレルというライセンスフィーチャー、まあ、使えるご環境にあればですね、試していただく価値はあると思います。最後ですね、まあ、非常に結果が良かった例なんですけども、これはちょっと、先ほどの接触の解析をやっている方とは、まあ、ガラリと変わった処理時間のバランスになっているんですけども、作成、アッセンブリーと、応力計算が非常に多い。これは要素の積分点の数が非常に多いので自然にこうなるんですけども、結構な割合占めているので、数字は非常に良くなります。まあ、一番上がマルチスレッド機能と、まあ、標準機能のマトリックスソリューションの部分ですね。これを並列化した場合ですね。まあ、8個はフルに使って 3.99 倍、トータルで出ていますけども、DDM だけを使った場合ですね。同じく8並列で比べると、まあ 4.8 倍ぐらいは出てる。で、さらにこれらを併用するとですね、まあ、残念ながら8並列までやってしまいますと、物理コアの場合2倍使ってますので、そこで渋滞を起こしてしまって、最後の数字っていうのは伸びてないんですけども、4並列、2並列、っていうところを見ていただけますと、2並列でまあ3倍近く、4並列でまあ 4.4 倍出てますので、まあ、組み合わせることによってまあ非常に加速されていると。で、昨今のは一番新しいハードウェアですと、まあ、10コアとか12コアとかですね、コア数非常に多いマシンが非常に、登場してきてますので、まあ、コアが足りないっていう状況はですね、今後のハードウェアっていうのはだんだんなくなってくるのでですね、まあ、ライセンスフィーチャーの数が許せばという制約付きですけども、まあ、この数字っていうのは非常に伸びる可能性がございます。それでは最後にですね、今日のお話のまとめをちょっとさせていただきますと、新しいマルチスレッドの機能というのはですね、合成マトリックスを作る部分と変異解を得た後の応力計算のプロセスというものを並列する機能です。で、DDM と併用したいという場合にはですね、ソルバータイプの8、11、12に対してご使用が可能です。GPU とさらに併用させたいという場合はですね、ソルバータイプ8のみ対応。それから、パリとかシェルモデルを主にやって、計算してらっしゃるお客様、もしくはコンポジットのお客様に関しては、まあ、特に有効です。で、指定したスレッド数に応じたマークパラレルというライセンスフィーチャーが必要。特に DDM と併用する場合は、ドメインと整数倍したスレッド数を指定しないと、効率というのは得られます。
ということで、本日のお話は以上となります。